ちょっと時間があったので帰り道に大阪難波へ来てみた。ちょっと飲んで帰ろうかな。どうしようかな。今日のお店はこちら、地下鉄難波駅にある飲みどころ。以前からこちらの方ね、気になっていたんですけども、ちょっと行ってみようかなと思います。お店はこんな感じですね。ちょい飲み的な感じでね、あのお店があります。こちらがドリンクメニューになるのですが、何にしましょうかね。いろいろとありますね。レモンサワー。まずはじめにハイボールを注文いたしました。さあ来ました、こちらですね。いただきます。あー、いい感じでね、もうなんかさっぱりシュワッとした感じのハイボールをいただきました。冷たく冷えたね、ハイボールを飲んじゃうとやはり酒のあてが欲しくなりますよね。メニューがこちらになります。いろいろとあのバラエティ豊かな感じですね。だし巻き卵、おでん、なんかいろいろとありますね。たこ焼きとか、こちらも揚げ物が多いですけども、この鉄板メニューもねありますね。はい、うどんもね揃ってますね。うどんとかカレーとか、一応なんか気になるものがあったのでたこ焼きを注文いたしました。健康たこ焼きということで、やはりこの何か違うのかなとか思いながら、まあ、揚げてんのかな。はい、早速いただこうかなと思います。もうね、外側がカリッとしててね、中側がもちっとした感じで美味しくいただきました。じゃあね、ちょっとレモンサワーが気になったので注文してみました。はい、こちらがレモンサワーで、ちょっとね酸っぱくしました。酸っぱくするのにもちょっとお金いるみたいですけども、まあ程よい感じです。酸っぱいなと思いきや、イカゲソバター炒めを注文いたしました。こちらになります。もうこれ最強のね酒のあてかなと思います。はい、こんな感じでございます。それではいただきます。あー、やっぱね美味しいですね。コリコリっとした感じが、またこの酒がね進むんですよ。またこれが、まあ、本当に気軽にね寄れて食べれる場所かなと思います。ぜひ皆さんもお時間あれば行ってみてください。うん、ありがとうございました。ごちそうさまでした。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。とおまけですね。まあ、こちらなんですけども、この心斎橋にの中にありますね。これ繁華街、もうね周りはねもうすごい商店とかお店が立ち並ぶ一角に、この、お寺ですかね、お寺があるんですよね。触れてないって大阪暮らしということでこちらになってます。法善寺ですね。で、こちら有名なのが、この先に行ったところにお不動様かな、道明王かな、なんだろうな。これね、水が流れてて、苔だらけの仏様みたいな、いうことです。はい、というわけで今回ありがとうございました。また、ご視聴よろしくお願いします。ジャパンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいい
いと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。